はるかのミリタリーニュースです。最後までご覧くださいね。こんにちは、はるかです。今日は韓国製の最新型軍用ヘリ、機体に亀裂見つかるも運用続行、韓国ネット、技術力の差は耐久性に出るをお届けしますね。2016年5月9日、韓国 e-Daily によると、韓国製の最新型機動ヘリコプター、スリオンの機体に亀裂が見つかり、韓国軍当局が調査に乗り出した。韓国防衛事業庁報道官は9日、国防部の定例会見で、韓国軍が運用中のスリオン40機の一部機体に問題が発生したことが分かったとし、陸軍など関係機関が対策を協議していることを明らかにした。問題が見つかったのは、陸軍が運用中の四星機3、4号機で、窓の役割をするウィンドウシールドなどに亀裂が入った状態だという。同庁関係者は、スリオンは米国アラスカで試験飛行をした際には問題がなかったとし、原因究明を進めていると説明した。また、スリオンの設計に根本的な欠陥があると判断された場合には、今後量産されるヘリについて設計をやり直す法案も検討する可能性があるとした。今回の問題について、軍当局は飛行の安全性に問題がないとしており、飛行中断の措置は取っていない。スリオンは12年末に量産1号機が完成した韓国型機動ヘリ。革新装置の国産化に失敗し、予算の無駄と批判を浴びたものの、防衛事業庁は22年までに200機余りを陸軍に配置する予定としていた。これについて韓国のネットユーザーから多数のコメントが寄せられている。耐久性の問題だ、長く使ってみないとわからない問題点、技術力の差はこういうところに出る、運用の過程でいろいろな問題点を明らかにすることが大切、それを改善することで機体の完成度が高まるものだよ、欠陥が多いことを予想してスリオンと名付けたのかな、いっそヘリもどこかから買って使えばいいのに、昔も今も内部不正は戦争より恐ろしい、国産なんとか韓国版なんとかキムチ式なんとか朝鮮式なんとか、ちゃんとできてるものって何かある、防衛産業の不正技術は世界最高、機体の亀裂は設計ミスか材料の不良だろうけど十分なテストをしていないという意味でもある、どれだけ質の悪い鉄を使ったら機体にひびが入るのかな、ネットの反応、けんちゃなよ、大惨事まだ、スリオンってあれか、上部にブッサイクな巨大エンジン積んでる時代遅れな設計のあれか、ポッケないない、やりすぎだにだ、韓国以外の国なら大問題だが韓国だったらけんちゃなよ、自称売りなら性は女のばっかだな、てか装備不備の情報出しすぎだろ、安全保障上こういうのはある程度伏せるべきだと思うが、これでも氷山の一角なんだと思うぞ、耐久性だけでなく実用性や能力差がはっきり出るだろ、飛行機やヘリの金属疲労は怖すぎる、設計ミスや元々の強度不足だとしたら余計に恐ろしいが、よく飛んだな、士気に影響すんだろ、ウリたちの技術力を持って養生テープを貼れば大丈夫にだ、韓国製の武器って輸出されてるらしいな、こんなものどこの国が買ってるんだよ、ダクトテープで補修するにだ、紙製ガムテープで十分にだ、監視の耐久力は世界一にだ、日本大和魂、独国ゲルマン魂、英国ジョンブル魂、米国ヤンキー魂、韓国ケンチャナヨ魂、設計ミス、中抜き、
整備不備、蒸気すべて、その想像の斜め上、さあどれだ、全部。今回の問題について軍当局は飛行の安全性には問題がないとしており、飛行中断の措置は取っていない。韓国には何が原因かを究明する技術力がないから運用続行するしかないにだ。亀裂があっても飛べるコリアのヘリコプターに震えてるの？どっちかっつうとビビってる。主に機体に機体。こんな韓国を数年前まで日本ではメディアが見上げるようにして報じてたんだよな。一方お隣の国韓国では大絶賛ってアホらしい。以上、はるかがお届けしました。他の動画も見てくださいね。はるかです。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたの応援が励みになりますので、チャンネル登録をお願いします。スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。またグッドクリックやコメントもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。